本拠地のミュンヘンヘラクレスザール本拠地のヘラクレスザールのホール内ンバイエルン放送公共楽団はドイツミュンヘンに本拠を置くバイエルン放送専属オーケストラである戦後設立の比較的歴史の浅いオーケストラながらドイツを代表するシンフォニーオーケストラの一つとして高い評価を受けている A グラモフォンやレコード芸術のオーケストラランキングでは 常に上位にランクされている。同じくミュンヘンにあるミュンヘンフィルハーモニー還元楽団とも高レベルでのライバル関係を築いている。拠点はミュンヘンの王宮内にあるヘラクレスザール。バイエルン放送にはバイエルン放送交響楽団の他にもミュンヘン放送還元楽団が所属している。フル編成のバイエルン放送交響楽団に対し、 ミュンヘン放送管弦楽団は2巻編成の中規模オーケストラでオペラ、オペレッタのスタジオ録音を多く行っている。こうした2楽団方式はベルリン、フランクフルトなど他のドイツの放送局でも見られる形態である。第2次世界大戦終結直後からドイツ各地で放送オーケストラの設立ラッシュが始まり各放送局が自前のオーケストラを持つようになったが バイエルン地域の放送オーケストラは1949年に設立された。初代首席指揮者にはバイエルン出身のオイゲン・ヨフふむが就任。設立記念公演は同年7月13日に行われた。このコンサートにはリヒャルト・シュトラウスも招かれ、自作の歌劇、カプリッチョの一部を指揮している。シュトラウスはこの公演の2ヶ月後に指揮をしており、この公演は 彼の最後の式となった。初の公開コンサートは同年9月29日、初の定期公演は1950年の10月5日に、いずれもヨッフムの式によって行われている。ヨッフムの主導の元バイエルン放送協はその基礎を固めた。ヨッフムのレパートリーはドイツの古典派、ロマン派の作品が中心を占めていたが、バイエルン放送協としては、 1951年からムジカビバという現代音楽シリーズを開催、現代音楽の紹介という放送をオーケストラらしい活動にも積極的に取り組んだ。1960年、ヨッフムはアムステルダムコンセルトヘボー管弦楽団に転出、後任にはバイエルンの隣国チェコ出身のラファエル・クーベリックが就任した。クーベリックとのコンビは1978年まで続き、 この時代に急成長を遂げた。クーベリックは、チェコ出身のマーラーをはじめとして、チェコの作品を積極的に取り上げた。このオーケストラの初来日が実現したのも、クーベリック時代の1965年のことである。クーベリックとのコンビによって、マーラーの公共曲全集やシューマンの公共曲全集、モーツァルトの後期公共曲,曲集など多くの録音を残している。 またこの時代には、カール・ベームをはじめとした大物指揮者が、盛んに招聘され、ドイツを代表する、オーケストラという評価が定着した。クーベリックの後、数年間主席指揮者を置かない形での活動が続き、ようやく1982年の秋から、キリル・コンドラシンの主席指揮者就任が内定したものの、その前年の1981年に、コンドラシンが急成したことにより、 1983年秋からコリン・デイビスが主席指揮者に就任した。1980年代にはレナード・バーンスタインもバイエルな放送郷にしばしば客演しており、このコンビでの録音もいくつか残された。デイビスの後、1993年から2003年までロリン・マゼールが主席指揮者を務め、2003年の秋からは、 マリス・ヤンソンスが2019年に死去するまでその地位にあった。ヤンソンスの没後、主席指揮者は空席となったが、サイモン・ラトルが2023、24から5シーズン、バイエルン放送公共楽団及びバイエルン、放送合唱団の主席指揮者を務めることが2021年1月11日に発表された。オイゲン・ヨフムドイツ・ラファエル・クーベリックチェ・ココリン・デイビス。 イギリスロリン・マゼール・アメリカ合衆国マリス・ヤンソンス、ラトビア・サイモン・ラトル・イギリス。ありがとうございます。